ちは、おはようございます。お元気でしょうか。そうですね、今日見てみましょう。今日はね、自分に最適な、楽器の選び方とか民族楽器の選び方、そうですね、そういう感じで行ってみたいと思います。で、なんでね、そうこんな話するかっていうと、で、私も、いきなりなんかこういう変わったね民族楽器を始めたわけじゃなくて、最初はなんかね、中学校にあった教室に転がってた、クラシックギターからなんですね。そうそう、なので、そうだから別になんかどんな楽器でもいいと思うんですけど、ただ目指す方向性として、そうだな、割とこう自由な音楽やりたいんだったら、まああんまクラシック音楽やんない方がいいんじゃないかなってね。いきなり否定から入っちゃって本当申し訳ないんですけど、まあクラシック音楽やってもいいんですけど、譜面ばっかり追うような練習方法とか やめた方がいいんじゃないかなと思いますね。で、私その後なんか、ロックとか、あと、まあ、ロックの中でも結構プログレッシブロックとか、まあ、そういうのがこう好きになって、あとまあジャズとかフュージョンとか、まあ、そういうのも好きになって、で結局なんか音楽の学校行ったんですけど、まあ、別に専門的なことをやんなくても、なんかこう暮らしに音楽やると、まあ、専門的な学習とかね、別にそんな中ねしなくても暮らしに音楽があるといいじゃないですか。なので、まあ楽器をね、こうでちょっと楽器やってみたいなみたいなね、楽器が身近にあるといいじゃないですか。なので、ちょっと最適な民族楽器を見つける方法についてね、ちょっとね、ちょっと私の経験に基づいて、まあ、すごい初心者だった頃の経験に基づいて、ちょっとお話進めていきますね。で、民族楽器をね見つける意義なんですけど、別にギターでもいいんですよね、さっき言ったように。でもやっぱりそうだな、民族楽器の方が響きがこう、なんていうんですかね、前に飛ばない分、周波数が高く、豊かな周波数が含まれていて、でそれによってこうヒーリング効果が高いよみたいな感じの研究が、去年の6月に僕企画したんですけど、それは放送大学の情報化コースの西名教授と一緒に、実際に僕たちの楽器の周波数を測って、それで、西洋楽器と比べて、まあ、非常に高い周波数、耳には聞こえないぐらいの周波数が出ていて、それがヒーリング効果につながるみたいなね、まあ、あるので、うん、まあ民族楽器の方がいいんじゃないかなと思うんですけど、いろいろあってね、分かんないじゃないですか。そうそう、なので、そういろいろ、僕はね、民族楽器ラバーブっていうのをやってるんですけど、じゃあ今、じゃあちょっと生で持ってきて比較してみよっか。まあそうだな、楽器ちょっと持ってきますね。ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあちょっとね、ラバーブ持ってきました。で、ラバーブってなんかいろいろ弦がついてるんですけど、実は弾く弦って3つ、3弦だけで、ここのほらチンチンチンキラキラキラみたいな音ありますよね。ここって共鳴弦、で弾く音階に合わせてセットするんですけど、これがそうだな、作りがいいラバーブ、まあ、割と値段がちょっと安いラバーブとかだと結構狂いやすかったりするんですけど、ちゃんとしっかり作ったラバーブだとこれが狂いにくかったりしますね。で、これがあるから電気を使わなくても、こうホワーンとしたこうちょっと夢みたいな音、リバーブ効果っていうんですけど、
そうですね。でもなんかいきなり民族楽器ラバーとかね、入手するのとか買うのとか大変じゃないですか。なので最初は、近くにある楽器でいいと思うんですけど、僕が一番最初にちょっと民族楽器っぽいアプローチでやった弦楽器、あ、弦楽器じゃない、あの、あ、そう、弦楽器じゃなくてフレームドラムなんだ。じゃあフレームドラムちょっと持ってきていいですか。はい、フレームドラム持ってきました。でフレームドラムって、弦楽器じゃない、ドラムっていうから、でもなんかすごいちっちゃい楽器で、あの、桶に皮張っただけみたいな感じで、ちょっと叩いてみますね。すごいなんかあったかい音がするんですね。でリズムの練習とか、リズム感を養う練習とか、もしくはリズムがどうやって、ディバイドされてるか、分けられているかとかを学ぶんだったら、これで全然十分なんですね。あとすごい民族楽器ラバウとの相性もすごい異常な楽器とも合うし、なのでこの楽器もすごいおすすめですね。僕は、この楽器で、リズムを口頭で分ける、だから、タキタタカタカ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 とか、あの、口で口ずさむ方法を学んだんですね、学校で。それはあのバークリー音楽院っていうところにいた時に学んだんですけど、そのパーカッションの先生がいて、あと、なんだろうな、そう、だからタキタ、3がタキタで、グスがタカ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 タキタタカタカタキタタカタキタキタタカタカ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 タキタタ、こんな感じで、そうですね、なんかこう全然西洋音楽と違う概念での音楽に触れたのはこのね、フレームドラムがね初めてなんですよ。でちなみになんかゴールデンウィーク中、僕すごいなんかあの DIY、 なんか木工のね、僕すごい好きなんでやってるんですけど、結構まとまった時間ないと DIY ってできなかったりするので、あと結構木が散らばったりとかするので、でゴールデンウィーク中ってレッスンお休みしてるので、あの、木くずだらけにしてやってるんですけど、今ね実はねフレームドラムをね作ってますね。でフレームドラム作るのってそんな難しくなくて、皮張るだけなんですけど、あとこのシンバルみたいな、こうパ、レックとかって、アラビア語の、アラビアのパルカッションでレックって言うんですけど、そのカチャ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 音するんですけど、そのパーツをちょっと作ろうかな、つけようかなと思って、で昨日ね、うち掃除してたら、なんか裏の中通路の雑草取ってたら、なんかね古い桶を発見した、水の桶、寿司桶みたいなやつ、でももちろんちっちゃいやつなんですけど、あ、これなんか、いいなと思って、ちょっと、ブラジルのパンデイロってこのフレームドラムに似た楽器なんですけど、僕なんか塗装がすごい気に入らなくてキラキラしてて、だからそれを、分解してこうチャカチャカ落とすんですけど、そこで桶をこう切って桶にそのパーツを埋め込んで皮張って作ろうかなと思ってます。多分まあ、明日ぐらいにやっちゃおうかなと思ってるんですけど、まあ思いついたか吉日で、もうねやらなくなっちゃうからね、やろうと思った時以外だから、どんどんやっていこうと思うんですけど、またそれもね、お話ししていきますね。だから、迷ったらなんかフレームドラムとかパーカッションとかやるのいいかもしれないな、まあ、そのうちなんか作るワークショップとかやってもいいなと思います。でもちょっと打楽器とかだけだとなんかやっぱメロディ欲しいよねみたいなもんじゃないですか。なので別の楽器、ギターじゃないね、僕の結構おすすめの楽器持ってきますね。ちょっと待ってね。はい、持ってきました。で、それ何かっていうとね、マンドリンなんですよね。で、マンドリンって日本ですごいいっぱい作ってて、で、結構ね、安く手に入るんですよね。なので、で、僕は、なんかね、ブラジルの音楽をやってたことがあって、その時になんか1万円でこれ譲ってもらったマンドリンなんですけど、しばらくなんかこれで、やってたかなみたいな感じなんですけど、ちょっと弾いてみましょうか。じゃあね、
はい、こんな感じでマンドリン弾いたんですけど、すごいなんかいいですよ、マンドリンって。1万、中古でボロいやつで1万円とかで買えるんじゃないですか。だから、で、音もちっちゃいし、あ、じゃあ大きさもちっちゃいし、なんかラバーブに似てる、似てるっちゃ似てるんですよ。同じような調弦できるし。そう、だからいいですね。そう、僕がね、7年ぐらい前にね、8年ぐらい前かも、マンドリンで作った曲をちょっと聴いてもらっていいですか。で、ラバーブをニュースをする直前かなに作った、パキスタンの、カラコロムっていう、カラコロムハイウェイっていうとこなんですけど、そこをちょっとイメージして作った曲なんですけど、なんかどうしてもやっぱこう西洋音楽的なところから離れたくて、なんかね、マンドリンをそういう弾き方してたんですよね。で、当時 iPad を買ったばっかりで、あ、なんかこれガレージバンドアプリっていうのがあるんですけど、今もこのガレージバンドアプリで撮ってるんですけど、これ面白いなと思って、あれ、これなんか持ってる楽器いろいろ多重録音すごいやりやすいなと思って、それで作った、曲なんですね。ちょっと聞いてください。
とうございました。なんかさっきチャカ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 鳴ってたじゃないですか。なんだっけ、なんかなんだっけ、こうチャン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 みたいな感じで、このパラカッションみたいなね、それがね、パンデイロっていうところのパーツの、なんかこうチャカチャカパーツなんですけど、そう、それを今分解してちょっと作ってますね。なので、まあ、ちょっとすごい楽しみだなと思って、で、意外にこうチャ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 って音とかね、結構録音ではね、よく使ったりするんですよね。ペシャワールの曲でも使ったな、最近。だ結構ちょっと使ったりもする。あと、言うまでになくギターもね、すごい使うんですけど、ちょっとギターもまた持ってきていいですか？はい、ギター持ってきました。で、ギターはね、結構ね、弦硬いし、なんか、基本なんかコードの楽器だから、コードっていっぱい指を押さえなきゃいけない。マンドリンってコードの楽器じゃあんまないんですよね。だから、マンドリンの方が最適なのかもしれないですけど、ちょっと民族っぽいアプローチするんだったら、ギターでやる場合って、弦をね、柔らかい弦に張り替えた方がいいんですね。あと、ちょっと待ってね。今、このスペシャルアプリをちょっと用意して、これでやると結構面白いことが割とできますね。ちょっとやってみよっか。ちょっと待ってね。なるかな？はい、こんな感じで、今アイタブラプロつけたんですけど、こういうのをなんか使うとやっぱすごい、エキゾチックなね、雰囲気出ますよね。まあ、今なくて指で弾いたんですけど、そうだからギターも結構いいですよね。あとなんかやっぱアプリ使って遊ぶと面白いんじゃないかなと思ってて、昨日使ったアフガンタブレプレイヤーをちょっと使ってみようか。
はい、ということなんですけど、うわ、なんか久しぶりなんかギターピックで弾くとなんか疲れるな。なんかね、疲れるんですよ。なんかギターって、なんかボディが右側がなんかでかいじゃないですか。だからなんか結構疲れるんだよな。でも、その点やっぱ民族楽器ラバーブ全然疲れないですよ。やっぱ肩凝らない。はい、ちょっと待ってね。はい、じゃあちょっと、ラバーブ持ってきました。やっぱ構造がね、こうしん、肩張らない、ね、ボディちっちゃいんでね。そう、だからラバーブすごい肩凝らなくていいんですよね、ほんと。全然音色もやっぱ違いますよね。ちょっと日本っぽいっていうか、東洋の響きっていうか。で、これはね、パキスタンラバブ使ってるんですけど、まあ、ちょっと小型ですね。ちょっと、リズムマシン、アフガンタブラプレイヤーつけて、やってみようか。で、これつけるとすごいやっぱ練習になるんで、できれば初心者のうちでも、音階練習とかも絶対リズムマシンでやった方がいいですね。ちょっと待ってね。はい、こんな感じで、こんな速くなくても、
じでやってみました。うん、でそうだな、あの予算、やっぱこう楽器をね買う時って予算あるじゃないですか。でラバーブカはだいたい5万円から15万円ぐらいなのかな。うん、最上級で多分15から17万で、一番安いので、今うちの生徒さんがまあ多分買うかな買わないかなみたいなやつが4万5千から5万5千ぐらいとか、すごい初心者用でね、まあ、そんな感じなんですよね。で僕が弾いたパキスタンのクオリティで、割とパキスタンの中でも最上級は10万円ぐらいって感じかな。でそうなので、別にだけど買わなくても、例えば1万円台のなんかマンドリンとかね、中古であるじゃないですか。なんかそういうのだからでも全然いいんじゃないかなって思いますね。あとなんか弾く体験だったら無料でうちで全然できるんでね、来てもらってもね、うん、全然大丈夫ですね。あとそう、あと民族楽器を買う注意点って、やっぱインターネットで買うのすごい怖いじゃないですか。なので、うん、やっぱり弾ける人を通して買った方がいいかなと思いますね。そうですね、そうですね。あとやっぱこうなんだろうな、割と有名なメーカーの方がもしかしていいのかもしれないな。あのっていうのは、なんかお金払ったけど届かないみたいな中でなったらすごい嫌じゃないですか。で僕もねパキスタンの有名なメーカーに今ね送ってんですけど、そう送ってんですけどね、なかなかねこれ届かない、あのなんか今返事ないな、大丈夫かなみたいな。半分払って、あとの半分は受け取った時に、できた時に送料と一緒に払うよみたいなのがね、結構ね常識っていうか、それが一番海外に頼む時安心なんですよね。でもそういかんせん、やっぱこう人のやっぱ通じてやっぱ買わないとダメですね。うん、だからそのルートをちゃんとしないとダメかな。そうそうそう、な一番いいのは うちにある在庫のやつを見てこれにしますみたいなのが、なんか自分がの販売促進みたいな感じなんですけど、でもなんか確かじゃないですか、やっぱインターネットでボンって買うの結構リスキーだったりとか、うん、まあそんな感じかなって思いますね。じゃあちょっとここで、あの昨日録音した、朝録音したアフガニスタンのラバブで弾いた録音ちょっと聞いてもらおうかな。ちょっとさっき最初イントロにもかけたんですけど、ちょっと流してみたいな。でフレームドラムと、いつもエンディングでかけてるあのアフガニスタンの曲なんですけど、フレームドラムとあのラバブだけで、アフガニスタンのヘラーとのラバブだけですごいシンプルにちょっと撮ってみました。
というわけでね、お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、こんな感じでね、いろいろお伝えしてきましたね。なんかやっぱラジオだから、なんかいろんなこと、とっかえひっかえやってちょくちょくやってきましたね。まあ、でも最初のうちはね、なんかこんな感じで、最初の楽器に親しむまではいろんな楽器ね、マルチでやるのは全然面白いし、いいんじゃないかなと思います。で、僕もなんかすごいマルチでやってた時代もなんかいろいろこうオーバーダブとかしてたんですけど、まあ、徐々になんか、なんていうかな、一つの楽器に集中することで、この精神が集中する、もちろん分散しないっていうのを結構気づいて、で、まあ、伝統楽器ラバーブってやっぱすごく奥が深い世界なんで、まあ基本的にね、これに集中して修練はしてますね。で、まあ、そこから出る響きの日々のこの幸せとか喜びとかをね、やっぱ感じることができるので、なんせこの音の質、音質がすごい深い楽器なのでね、そう、そういう感じでやってますね。でも初めはなんかそんな分かんないじゃないですか、がっつりで、なんかよく分かんないし、何選んだらいいかも分かんないじゃないですか。なので、まあこんな感じでいろんな楽器をちょっと紹介してきましたね。まあそうだ、キーボードとかでもいいんですけど、やっぱりインド音楽のアプリ使ったりとか、いろいろやっていくといいんじゃないかな。あと声、歌使ったら、歌とキーボードと、あとインド音楽のこのアイタブラプロの合わせると結構ね、まあ、昨日もちょっとやったんですけど、なんか面白いことを割とできるかなと思いますね。だ、僕もなんかキーボードを使ったものとかもちょっとあげるかもしれないなって思いますね。カウワーリーっていうパキスタンの音楽ジャンルがあるんですけど、あの辺の曲とかスーフィーの曲ですごい面白い曲とかいっぱいあるので、こう精神的にすごい高まってめちゃくちゃ楽しい気分になる曲とかあるので、シンプルでね、その辺も今後上げていこうかなみたいな思ってますね。ありがとうございました。でもしよかったら、無料探検レッスンもやってますので、いつでもねご応募くださいって感じで、基本的になんか僕海外行ってるイメージあるのかもしれないですけど、全然行ってなくて、基本的に動くのはなんか、そうだな、1月2月ちょっといない時が多いかもしれない。あとは基本的にいますね。でもしかしたら8月も出るかもしれないですけど、8月はでもどっちにしろ暑くて出れないよね。なのでほぼうちにいるんで、うちで教室に、スタジオにいるんで、まあ、いつでもお声掛けくださいって感じですね。じゃあ今日は連休なので、また DIY やります。これからまた木工のね、いやめちゃくちゃ木工楽しいですよね。でギターの修理と、あとラバブのパーツ作りですね、木工やります。というわけで、皆さんも素晴らしい連休をお過ごしくださいね。僕も木工やりながらね、こういうラジオ聞いてんですけど、結構なんか最近長めに撮ってるんですけど、なんか手作業やりながらいいですよね。あとなんか洗い物しながらとか、歩きながらとか、もうやっぱすごいいいですよね、ラジオって。なので素晴らしい週末、連休をお過ごしください。失礼します。さよなら。